皆様、こんばんは。今日は2020年9月1日火曜日です。この動画で中京は少数民族に何をしてきたかについてです。昨日の動画でモンゴル族の反抗、反政府運動をしていると言いましたが、今日はインドとの衝突がまだ始まりました。ウイグルのこともありますが、報告したいことが多すぎです。今一番重要な衝突、 モンゴル族、ウイグル族の反抗、政府との対抗で内戦になるではないかと思います。まずは少数民族の議題から入ります。このような議題はあまり言っていないですね。今は重要な事件までになってきました。昨日の動画でモンゴル族の反抗する原因を言いました。学校での授業、 教科書はすべてピッキング語になります。モンゴル語は使用しないんですという意味です。これで大規模な反抗運動となりました。うちモンゴルでは80%の方はこの運動に参加しました。今日からモンゴル語の本、小説、雑誌などを清掃としました。清掃だと言いますが、すべてのモンゴル語の本、 3箇所もどんな本でもすべて廃止です。禁止としました。清掃とは文化の清掃です。数百名のモンゴル族の方は逮捕とされました。一部は軟禁されました。うちモンゴルのアルトス、フフ,フホとなどの都市は学校に行かないと抗議をしました。事件になりました。ある学生が 教室から飛び降りて亡くなりました。彼は学校に居残りされました。学校は彼を家に帰さないんです。彼をピッキングでの授業を受け入れるまで家に帰さないんです。お母さんは学校に行って迎えに行きました。学校を包囲している警察と揉めました。この学生は自分のお母さんが警察に殴られた、蹴られたのを見て、 彼は抗議しして飛び降りました。この抗議運動は今でも続いています。州総書記はチベットの会議を開催しました。総理副総理みんな出席しました。チベットに対して新しい方法でチベットを管理すると言います。ウイグルのことをまだ終わっていないんですね。モンゴル族の反抗が今やっている最中です。 次はチベットに挑発をしています。これが今の状態です。ウイグルでは100万人単位の人を収容所に入れられています。自治区、少数民族は自分で自分を管理するというのは嘘です。チベットの会議というのは大事な内容だけ言います。一つ、チベット民族は漢民族との交流が大事です。 お互いの婚姻を進めることです。つまりチベットと漢民族との結婚を推進するという意味です。一つ我が国の宗教を中国化にする方向です。宗教を中国化にするというのはお寺に習近平モータクトの肖像を設置します。宗教の場所に国旗国章をつけることです。 お寺、少林寺でも毎日国歌を歌います。仏教の学校でも政治を勉強しないとダメなんです。このようなことを宗教を中国化にすると言います。宗教の中身を取り出して宗教の思想を入れます。宗教の内容をすべて消すと言います。これからチベットでやることです。 これからチベットは大変です。中教はチベットに手を出しました。昨日、少しウイグルの話をしました。去年からウイグルが急に国際で話題となりました。いろんな問題が出てきました。ウイグルの問題はチベットの問題より複雑です。チベットの問題は宗教の問題だと言えます。ウイグルは違います。 2つの問題があります。1、宗教の問題です。2、人種の問題です。中東との関係があります。ウイグルの問題はどうしてみんなに注目されているでしょうか地図でわかりますが、ウイグルは便利な場所です。周りに中国以外に他の国との距離が近いです。 中東との関係が中国よりも近いです。ウイグルで起きていることが漏れやすいです。ウイグルは中東との行ったり来たりは中国よりも頻繁です。この理由で中共がウイグルでやっていることが気づかれやすいです。本来なら漏れないはずの100万人の規模の収容所ですが、でもばれています。 実は宗教はですね、チベットでやっていることがもっと悪いんです。悪いこといっぱいしてきましたが、ばれてないんです。情報は国際社会に漏れていないんです。チベットは高原です。高いところです。交通も不便です。行く人ももともとは少ないんです。この数年は立ち入り禁止ですが、それと宗教です。 イスラム教とチベット派の仏教です。チベット教とも言います。チベット教の方が平和的です。根本は仏教です。チベット教のお坊さんの抗議、反抗は一番多いのは自分に燃料をかけて座って火をつけることです。このような形での抗議です。表に怒りを出さないんです。でもイスラムは違います。 左手がクルアン・コーラの聖書を持って右手が刀を持ちます。自爆テロのような形で敵と共にこの世から消えるという意味です。つまりチベットとウイグルは少数民族だと言いますが宗教が違います。チベットではウイグルと同じことを宗教がやっていますがでもチベットでの犯行はウイグルとは違います。 お坊さんは避難されても自分で自分を燃やしました。でもこのような情報は外に漏れないだけなんです。ウイグルでの反政府運動は実に激しいです。ウイグルの特徴は海外のイスラムがウイグルを支援しています。海外のイスラムはウイグルに行って自分と同じ宗教の方と一緒にゲリラとして 中共の軍隊と戦います。中共は本来なら武装警察での対応でしたが、3年前から解放軍にしました。今回はアメリカの制裁に向けるというのは中国の官僚がいます。彼はチン全国と言いますが、彼はウイグルのトップとなりました。3つのことをしました。1つ、まずは婚姻です。 韓民族とと自由にに結婚するこししました2イスラム教のリーダーを逮捕しました3収容所を作って100万人単位のウイグル人を収容しましたウイグルのゲリラと山で解放軍とよく戦います実は小規模な戦争とも言えます彼はこのようなことをやって州総書記に認められました 今は彼はですね、ウイグル王と呼ばれています。少数民族について少し話をしたいです。みんなで考えてほしいんですが、世界で分離の考えは実にあります。例えば、スペインでは国家の分裂、分離と言いますが、このような動きはあります。カナダにも分裂する派は実にいます。 でもみんな少数民族の問題ではないんです。少数民族の問題とは共産主義の政権でしか起きない問題です。ソ連は少数民族の問題はあります。ユーゴラス、ラビアも少数民族の問題はありました。どうして共産主義の政権で少数民族の問題は起きるでしょうか ソ連の少数民族の問題はすぐに解決としました。ソ連の共産政権は残酷です。消します。ソ連は少数民族の問題を解決するには消すか合死させるかです。例えば、スターリンはウクライナで食料を没収しました。ウクライナを閉鎖としました。お米一粒も入れさせないです。最後は300人が 菓子となりましたスターリンはやっていました人種の絶滅という目的です中国においては少数民族の問題は3つあります1民族の問題民族の問題の中心は政治的な権利です自治区といいますが隔離されていた場所だけなんです中共の政権は漢民族が統治 すするのが基本ですつまり少数民族の政治の権利を奪いました。2、宗教の問題。つまり宗教の自由です。宗教は神様はいないと言います。すべての宗教は自分の敵です。すべての宗教を消すのは宗教です。みんな悪い宗教です。自分だけは正しいですと。宗教は宗教的な 現象を消します。宗教の自由の前に宗教の現象を、だと言いますが、現象を消すと、現象っていうのはつまり十字架を消しますが、少なくすることです。南京にいる方はご存知ですが、キリスト教の十字架がないか、あっても小さいです。このような宗教的な現象を消します。象徴ですね。つまり、 宗教の自由は嘘です。3文化習慣です少数民族の問題は以上の3点です宗教は全ての少数民族に対して人種絶滅文化を消す鎮圧をしました策略は5つですこれを言いましたら皆様はきっと分かってくれると思います1中国語では砂を入れる意味とは 真っ白な豆腐に砂をかけました。混ぜました。豆腐はもう食べられません。つまり、中共は少数民族を自治区としました。でも、人口の管理はできないんです。中共は漢民族をそこに生かします。移民させます。そこで生活をしてもらいます。今の中国には56の 少数民族は存在しますが、実は本当に少なくなってきています。ウチモンゴル、ウイグルで建設、工事、石炭などの工場を作ります。最初は軍隊が行って建設します。政府の官僚も行きます。それで官民族はどんどん移民していきます。ウイグルでは水があるところはいいところなんです。水があれば気候がいいんですね。 植物、虫、羊もいます。このような場所は全て中共が把握していますたくさんの漢民族の人がいて現地の少数民族の影を薄くします2婚姻ですね結婚を推進します人種の方法で人種の問題を解決しますこれが内モンゴルで平和の原因です原因は1 内モンゴルでは官民族がいっぱいです。特に中国の東北の人がそこに行きます。うちモンゴルでは宗教的な問題はないと言えます。シャーマー教と言いますが、今はもうほぼないと言えます。これはソ連の仕業です。ソ連はシャーマー教の方を消しました。シャーマー教では歌を歌いますが、当時、 歌うと消されます。歌も禁止とされていました。とても残酷でした。3. 内モンゴルでは経済が悪くないんです。遊牧民族は牛、羊などの肉をですね、全国に売っています。結構豊かです。続きます。3. 宗教です。宗教の場所でも国旗をあげます。もうたことの肖像をかけるなどをします。 昨日言いましたが、イスラム教の教徒に豚肉を食べさせます。このようなことをすることで洗脳します。4. 文化私はずっと宗教は文化の敵ですと言いますが、中共は少数民族の文化を消します。なぜなら、少数民族の文化っていうのは大体宗教に関係するからです。最初は遊牧民族でしたが、 中距の影響でマンションを建てます。そこにずっと定住するようにと。このようなことで遊北民族に習慣を、えー、なくなっていきます。漢民族のようになります。五、暴力。すべての世代の後ろに暴力を使います。少数民族の問題は中共には解決ができないんです。政治、民族、文化のことです。 どうして最近急に少数民族に手を出したでしょうか習総書記はさすがに革命家革命出身です経外との対抗をしている最中国内でも挑発ですじっとしていないです彼は革命が好きです最近少数民族に手を出しました原因は3つあると思います1国内国際の状態は良くないです 経済は良くないです。外国との関係が悪いです。特にアメリカとの関係は崩壊的です。外国の圧力が重いです。自分の政権を守るために国内での圧力を上げないといけないんです。北タイが会議での分析で言いましたが、国内には強い姿勢を見せます。これは皇帝の技と言いますが、皇帝が使う政策です。 2、さっき言いましたが、チベットでの反政府運動は続いています。ただ漏れていないだけです。ウイグルも対抗しています。これは継続的に鎮圧とも言えます。ただ、ウチモンゴルはこれからです。以前の国家総書記、国慶とは安定が一番でした。江沢民は弾力性がありました。臨機応変ありました。 でもどんな国家総書記でもやることは同じです。中共は少数民族に対して少数民族の特徴を消すっていう方針はずっと存在しています。中共が生まれてからついています。少数民族はずっと反抗しています。とも言えます。今回の反政府運動は内戦、内乱になるでしょうか 州総書記の前なら、少数民族を叩きながら、でも慰安もします。パンチをして、でも雨を渡す時もあります。もし、少数民族が反抗すると、全国が影響を受けます。でも、衆総書記になると、前の総書記とは違います。彼は自信があります。世界第2位の経済規模です。天下は、 自分のものですと。彼はウイグルで100万人単位の収容所を作ることができます。これを見て彼は自分の力がもう最強です。十分な力を持っていると言います。これはまだ間違えている判断をしていると言います。このことで内乱になるきっかけになる可能性があります。原因は簡単です。 衆総書記は少数民族を最後のラインまで圧力をかけていました。みんな反抗以外にやることがないんです。衆総書記の少数民族の政策は香港の政策、台湾の政策と同じです。間違いだ判断をしています。自分はもう強いですから、お金で解決するか、武力で 解決すするかですお金で相手を買収します。無理なら暴力を使います。もし少数民族が韓民族と同じ立場で対抗するならいいと思います。韓民族が少数民族との関係が中居にとっては一番怖いです。メンバーについてですが、参加していただきありがとうございます。 アドレスを説明の場所に添付します。メールアドレスの上にします。そこからクリックしていただいてメンバーへの参加になります。YouTube でのシステムのメンバーなんです。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。